大型海上物流施設バタツミ。またとんでもない場所に暴流が現れたね。海か。どうかしたの？いや、水にはあまりいい思い出がなくてね。でもこれなら多少は暴流に警戒されずに近づけそうだ。足を滑らせたらどんな泳ぎの達人でも助かりそうになるの。よし、気を引き締めていきますか。おりゃっ、かせろ。はいっと。この辺のタンクには可燃物が入っているので、私たちの攻撃は大丈夫だけど、敵の爆発物に注意が必要だね。海上で足が破壊されると厳しいな。素早く倒すか慎重に進むか。キリン、もし足場に困ったら遠慮なく僕に交代して。ふっ、逃げた、逃げた。おりゃ、波が激しくなった。酔いそう。え、普段あれだけ飛び回ってるのに。船酔いはどっちだもん。仕方ないな。アームドブルーで三半規管をいじれば多少酔い止めができるけど、試してみる。ありがとう。でもなんか怖いからやめとく。そう。GV、あんた水が苦手だって聞いてたけど。昔はね、今は暴流化の影響もあってか水中でも問題なく能力が使えるみたいだ。ああ、苦手ってそういう、てっきり金槌なのかと。任務に必要なスキルは一通り身につけてるから、人並み以上には泳げるよ。なんだ、面白くない。まったく君は。ごめんごめん、冗談よ。紹介機に刺されたか。これ値上げの水空療養型の最新機じゃん。あんたに暴走させられちゃって。めんどくない。だってもう何度も言ってるでしょ。僕たちの連携もだいぶ様になってきたかな。また。あれをうまく利用して進んでいこう。振り落とされる前にジャンプだ。ありがとう。気をつけてね。こいつだ。気をつけてね。私たちにかかればこの程度の手穴お茶の子さいさいだよ。調子に乗って足を滑らせないんだね。君が怪我をしたら大変だから。そんな心配しなくても大丈夫だけど。まあ気をつけるよ、ずぶ濡れだし。風も引かないようにね。なんか GV がお湯みたいに注意してくる。まあ、よっ、そう
それにしても外はすごい暴風だったね。おかげでターゲットに気づかれてないみたいだけど。今靴もびちゃびちゃ。早く任務終わらせて乾かしたいな。そうだ、ジグ、アームドブルーでパパッと乾かせたりしない？君は人のことなんだと思ってるの？まあ、できるけど。できるんだ。外から見た時もとんでもなく大きい倉庫だとは思ったけど、中にはこんな広い空間があるか。この自動物流システムの構築にはスメラビも相当な投資をしてるんだってさ。キリンもカタログ販売は利用してるの？あんまり言いたくないけど、すっごいお世話になってる。裏役務の片田舎じゃカタログ販売が生命線なんだよね。案外苦労してるんだね。みんな何気なくカタログ販売を利用してるけど、こんなすごい技術に支えられているなんて驚いたな。スメラギってろくでもないことばかりしてるイメージがあるけど、ちゃんと人々の生活を支えている側面があることは無視しちゃいけないね。むしろ、うん、危ない危ない。気をつけてね。ウォーリーの反応はこの先みたい。二人とも気をつけて。おい、そこのお前、所属と名前を言え。ここは作業者以外立ち入り禁止だ。裏役務が戦巫女兼スメラギ治療局局長のキリン。暴れてる奴がいるって通報があってきたよ。立ち入り許可は後出しだね。スメラギだと？そんな連絡は聞いていないぞ。貴様、社会のルールを何だと思っている？外部立ち入りの事前連絡は基本中の基本だ。そんな当たり前のこともできんとは。そこに直れ。この俺が仕事の基本を叩き込んでやる。俺の動き見切れるか？応援そうもできない奴が社会に出てやっていけると思うな。メッセージで先に通知して通話でスケジュールの確認。まずは二重連絡の癖を身につけるのだ。悪いけど、うちはアラゴム専門だからそういうスタンスじゃないよ。未経験 OK、 職歴不問、アットホームな雰囲気の職場ですってね。こっちだ。それは仕事のルールとは関係ないと思う。バカ、適当なシーワードだ。貴様、いかにブラックな勤務を強いているのか。スメラギともあろう企業が規制の温床だと。仕事の効率は健全なライフワークバランスから生まれる。そう、どうしがたいぞ。私は割といい環境だと思ってるんだけど、住み込みで働けるし。住み込みでの労働が常態化している。意味あるねえぞ。はや生かしておく道理はない。ここで俺が成敗してやる。うちの良し悪しはともかく、社会にはいろんな形がある。受け入れてあげる柔軟性も君は大事だよ。その杓子定規の振り子軌道、私のギブスで縛り止め、あんたの真の封印を。こんなやつに僕の手だ。サテライトペンデュラム、はっ、はっ、はっ、行くぞ。
潰れろ。これで終わりだ。こっちだ、こっち。何かけるリバースアーチ、仕留める。ほとばしアームドブルーライトリングスフィア。おのれ、これはレクサス。この度は市民の皆様にご迷惑をおかけして大変申し訳ありませんでした。助けていただいたご恩もあり、誠心誠意この治療局で働いて返していきたい所存です。うむ、苦しゅうない。キリン、お、新しいメンツか。で、なんだ、やろうかよ。あんたには他のメンバーのお目付き役になってもらおうかな。真面目そうだし。確かにメンバーが増えてきたらキリン一人で回すのは大変だからね。なるほど。では早速だが、そこの礼儀知らずの強制から始めたい。構わないか。げっ、それって俺っちのことか。使えそうなやつが入ってきたね。レクサスの動きを見てたら新しい体術を思いついたよ。さすがは裏役者の戦巫女、見上げた観察眼だな。どんな技を習得したんだ。下を素早く2回押してリロードしたまま攻撃ボタンを押すと、姿を消しながら素早くダッシュして敵との距離を詰める移動術が使えるようになったよ。うん、俺の動きからそれを。ああ、うん、そうだけど。こういうのもなんだが、雰囲気で考えてないか。そんなわけないよ。琴の寺院を暴龍が占拠したか。なんでまたそんな場所。暴龍化した能力者がたまたまそこにいたんだろうね。寺院って言っても中の警備システムは機械化されてるみたい。流放者の影響で暴走してるとしたら骨が折れそうだね。寺院はこの上か。ずいぶん高いところにあるんだな。このご時世そういう場所の方が安全だからね。まさか暴龍が出るとは思ってなかったでしょう。歴史的な建造物には防衛意識が。このもスネラギの結界技術が使われているのか。完全に開け放たれてるね。暴龍のせいかな。それにしてもちょっと派手じゃない。ジンにしてはそう。あれは連鎖砲塔。内定連鎖で突っ込めば射出してもらえるはずだよ。射出元ジョジョー。キリン、忍者がいるよ。あれってスネラギの対能力者兵じゃん。内定連鎖にも反応されかねないよ。一発でダメなら連続で叩き込むだけ。君すごい石垣だ。まるで城だね。ここの石垣は徳寄せの名所作りで積み上げたって話だから本当に機能してるかは怪しいけどな。この陣
裏役まではそんなにいい噂はないし、お金の使い方とか。え、そうなの？甘い。甘い。見切った。見切った。おいっと。よし。切る。逃げた。戻る。見切った。レア。よっと。逃げた。戻る。甘い。む。そこ。む。やった。逃げた。おいっと。逃げた。そこ。おりゃ。逃げた。おりゃ。逃げた。おいっと。逃げた。おいっと。そこ。おいっと。おりゃ。寺院の中が心配だ。行こう、キリン。見えた。寺院の中、こんなに綺麗なんだ。知らなかったな。多分、ここが特殊なだけだよ。こんなに飾る必要なんてないのに、まさか。そこ、あ、そこ。ふっ、やった。見えた。見えた。忍者屋敷か。ついてこられても面倒だし、全員片付けるよ。やった。甘い。やった。やった。どこかで見たことがあるの？あんたのいた未来技研で、この住職は何を考えてるのよ、まったく。確かにセキュリティといっても、この見た目はちょっと考え物かも。忍者みたいな気分にならない？ファンタジーじゃないんだから。それに装束が全然違うでしょ。あんたも私も和装っぽいだけじゃダメなの？確かにキリンは目立つ色合いだから苦しいか。ほーら、任務に集中しなさいって。おいっと。あのレーザー観音像、またたくさん設置されてるけど、コレクションでもしてるのかな？1体でも10体でも関係ないよ。どこで作って。おりゃ
ウォールの反応が近づいてきてる。もうすぐよ。ここの上みたいだね。内定連鎖で一気に駆け上るよ。うらえ！やった！よっと。そういった。甘い。行け！で、やった！こいつ！おりゃ！見えた！こいつ！うらえ！やった！やった！メリークリスマス！甘い！レートモノリス、これで先に進めるね。なんだかんだいろんな場所に配置されてる。静寂なこの寺を騒がせているのはあんたらか。え、それって私たちのセリフじゃない？女子供に手を挙げるのは俺の流儀に反するが、俺が許したとしても俺の筋肉は許しはしない。俺のセブンス怠慢で筋肉の塵としてやろう。盛り上がれ俺の上腕二頭筋。尋常にお相手願おうか。ずいぶん熱苦しいやつだね。暴走してるからしょうがないとはね。耳を貸さないか。俺の魂がギルドアップの総仕上げ。さらに追い込むため寺に来たのは正解だったようだ。あんたらのような強者との出会い、全身の筋肉が歓喜に打ち震えている。これが修行の醍醐味ってやつだ。筋肉を鍛えたいならお寺じゃなくてジムに行きなさい。ジムに。真なる男の修行場は寺か滝と相場が決まっている。どうやら彼は頭の中も筋肉でできてるようだね。ノーピンってこと？やるじゃねえか。いや、まあ暴走のせいだと思うけど。無粋なおしゃべりは感心しないが、今俺たちがしているのは純粋な男と男魂のぶつかり合い。いや、私何だってば。俺のセブンス怠慢と鍛えに鍛えたこの筋肉、天下無敵のコンビネーション。揺れるものなら破ってみせな。最高だよ。チキンの封印を。怠慢晴らせてもらう。楽しもうぜ。なあ。食らえ。受けて見やがれ。はっ、金剛拳。はっ、はっ、はっ、せい。ほとばし、アームドブルー。バークカリバー。行くよ、頑張ると。裏九十二式雷帝亜尺砕き。キリン、頼む。俺の筋肉が。我を失い暴走するとは、このカミオム一生の不覚。この筋肉に誓って責任は取るつもりだ。
俺のことはどうかいいように使ってくれ。あの暴走は君のせいじゃない。僕が言うのもなんだけど、その後悔は君と同じような目に遭っている人を助けることで償えばいい。ガンボルト、あんた見た目は犬頃だが、いい目をしてやがる。その目、いくつもの修羅場を越えてきた真の男のもの。このカミオム、これからは骨身を砕き、あんたらの手足となることを誓おう。ありがとう、お願いするよカミオム。ああ、よろしく頼むぜガンボルト、心の友よ。これが男の抱擁だ。苦しい、いきなり抱きつくのはやめて。ガンボルト、畜生とはいえしなやかでいいハムストリングをしてやがる。ちょっとキリも見てないで助け。へえ、いきなり仲良しじゃん、よかったね。番長さんとワンコーか、なんか絵になるね。カミオムの攻撃方法から新しい剣技を思いついたよ。やはり強者との対マンは己を高みへと押し上げる。うん、してどんな技だ。地上で上を押しながら攻撃ボタンを押すと、飛び上がりながら敵を攻撃する対空攻撃が繰り出せる。ほう、勝利剣か。それは言わないお約束。以上がレイラのセブンスを通じて見たかの国での出来事です。報告ありがとうシスティナ。それにレイラも長い間の情報収集本当にお疲れ様。うん、それにしても暴龍の出現か、俺たちもうかうかしてられないな。これもあの子の影響か。せめてスメラギは情報や技術を開示して他国に協力を要請してくれたらいいんだけど。セブンスに関わる技術は他国に対する大きなアドバンテージ。スメラギも簡単に明かしはしないでしょう。手を取り合うなんてのは時間の無駄か。もうそんな悠長なことはできないな。暴龍の調査結果ですが、弱体化あるいは無意識の状態であればレイラのサイバージーンで制御できるようです。うん、こっちのカードは揃ったってことだね。あとはあの子にたどり着くだけか。ま、何にせよ乗り込んでいくしかないな。レイラ、目星はついてるかい？希望の子の。うん、いかがいたしましょう。スメラギが展開しているバリアは非常に強力、正面切っての入国は難しいかと。研究させていた APF 弾頭があったでしょう。あれならバリアを突破できるはずだ。あ、なるほど、織り込み済みだったのですね。調整と配備を急がせましょう。ありがとねシスティナ。研究チームには俺から断りを入れておくよ。いいえ、すべてはジエド様のご意志のままに。みんな大変大変だよ。ミサイルが5発この国に接近中。ミサイル、この国は国防結界だとかに守られてるんじゃなかったか。それが結界をすり抜けちゃったみたいなんだ。なんだって？今国境警備隊が迎撃を試みてるけど、不思議な力場に遮られて攻撃がそらされちゃうみたい。その力場ってのが結界を無効化してるのかな。シロン、ミサイルのリアルタイム座標を今すぐ割り出すことはできる？僕のセブンスを使えばできると思うけど、どうするつもり？昔肉体を電子データに変換して空間転移する能力者を見たことがある。試したことはないけど、座標さえ分かれば僕のアームドブルーでも同じことができるはずだ。ミサイルにワープで直接乗り込むってのか？ぶつけ本番で。ミサイルは常に高速で動いている。仮にワープが可能だったとして座標計算にミスがあればただでは済まないんだぞ。大丈夫、僕はシロンを信じてる。だったらあとは僕の問題だ。逆に言ってくれるな。もうやるけどさ。なら私も行くよ。できるでしょ、一人くらい連れてくなら。
うまくいく保証はないよ。あんた一人だと、もし暴走した時に止められる人がいないじゃん。それに GV なら大丈夫でしょ。だったらあとは私の問題。わかった、ありがとう。キリン、他のみんなはシロンのサポートを頼むよ。大変大変、5発のミサイルが接近中だよ。時間がない、ぶっつけ本番だけど、僕のアームドブルーで肉体を電波に変換してワープで直接乗り込もう。シロン、座標計算頼んだよ。できるね、アームドブルーって。ちょっと引いてもいい？引かないで。とはいえ神経を使うし、こんな緊急時でもなければあんまり対応したくはないね。なんだこいつらは。どうしてミサイルに敵が。ワープを読んでたっていうの？敵の能力者め、ここから先へは行かせんぞ。行かせんって、それはこっちのセリフだっての。二人とも、そこから中に入れそうよ。敵、ミサイルの内部にまでいるのか。こんな正気じゃない作戦を読んでいたとは。これは王国にあった不思議な力場ってのを発生させてる装置みたいだね。僕のセブンスで計算してみたけど、どうもそのミサイル、核とか火薬式じゃなくて防御に使ってる力場を拡大して周囲に被害を出すフィールド弾っぽいよ。だったらこの装置を破壊すればミサイルを無効化できるってわけね。ああ、フィールド装置を破壊しよう。装置の破壊を確認、急いで次のミサイルに向かって。ふっ、こいつと行かせん。隣のミサイルが接近中。今のうちにうまく飛び込んで。距離があるけど、ブースターのアンロックを確認。こいつと離される前に急いで先へ進め。ブースターのアンロックを切り離せようとしてる。急いで駆け抜けて。フィールド発生装置発見。甘い、これで2つ目。さっきより距離があるみたい。油断して落ちちゃダメだよ。このブースターが切り離されてる。急いで先へ進んで。間一髪ってところかしら。これ以上ミサイルの側面を進むのは厳しいかな。内部から戦闘を目指すよ。ふっ、こいつと見切った。おりゃ、ミサイルは残り2発。着弾まであまり時間が残ってない。急いで。そこ、次のミサイルが近づいてるけど、今度はかなり距離がありそう。ブースターが一斉に切り離されようとしてる。ノンストップに駆け抜けて。戦闘に到着。フィールド発生装置は甘い。次で最後のミサイルだ。二人とも頑張って。よっと。こんなところまでお出迎えとは。いやはや恐れいるな。誰だ。仕業なの？
なかなかのものだろう。俺のセブンス、お初にお目にかかる。俺はジエド、アテムスのリーダーさ。アテムス、それがあんたたちの組織。そっちはスネラギの治流局だったかな。君らの活躍は俺の仲間のセブンス。このサイバージーンを通して見させてもらっていたよ。サイバージーン？私と同系統のセブンス。まさか王竜を復活させていたのは。ああ、その件については謝るよ。あれは実験みたいなものでね。暴竜のことをリサーチしたかったんだ。リサーチ？実験だって？暴走を煽るような真似をして。まあ怒るよな、当然。よし、自己紹介のついでだ。君らの実力、戦いの中で測らせてもらおうか。さあ、腕試しだ。あんたのことは知ってるよ。ガンボルト、スネラギ最強と名高いアームドブルー。けど俺のゴールドトリリオンも負けてないだろう。ゴールドトリリオン、エクスバリスタ、伝説のセブンス。惜しいな。俺のゴールドトリリオンは全てを照らし導く太陽のセブンス。核融合のエネルギー、こっちだ。メリーブリスト、エクスバリスタ。直視すら当たらぬまばゆき横、変幻自在のゴールドトリリオン。君らの目が見切れるかな。太陽だの陽光だの大げさなやつ。噂たち、あんた自身はご検討様ほどご立派じゃないでしょ。どんな箔をつけようとセブンスよセブンス、私のギブスが縛り上げる。あんたに真の封印を。いいね、その威勢。けど俺たちの選んだ未来、そうやすやすと封じれはしない。世界を照らすゴールドトリリオン、行く王道を察し知れて。行くぞ。ここは任せた。小鳥たちを焦がして滅ぼせ。どうだい。ほとばしアームドブルー、ライトニングスフィア。予想以上か。なるほど、確かに手強いな。さすがは元暴竜、アームドブルーとその連れ合いだ。こんなミサイルを撃ち込んでお前は何を考えている。そのことだけど、まず勘違いがある。これはミサイルじゃなくて俺たちを運ぶ輸送機なんだ。まミサイルの流用だから半分は正解だけど。輸送機？この国は強力なバリアに守られている。あれを突破するにはこうするほかなくてね。手荒な真似になったのは悪いが、今回は入国をしたかっただけさ。今頃俺の仲間たちも先に降りた輸送機から上陸しているはずだ。ここで目的を明かしても構わないけど、後で邪魔をされても困るしな。ま、いずれ君らにも分かるよ。それじゃあまた。待て。またな。ちょっとね、アテムスって言ってたけど一体何を企んでるんだろう。これはミサイルじゃないとは言ってたけど、一応フィールド装置は停止させておこう。みんな、各地でアテムスらしき目撃情報が寄せられたわ。場所は4カ所。データ、みんなの端末に送るね。この場所、あのメガフロート、ワタツミも。
物流を混乱させるつもりなのか。ちょっと待って、この場所宝剣が収められている場所。宝剣？未来技術研究所で僕を封印していたあの？ううん、もともとセブンスを制御する宝剣は宝剣の技術を応用した量産品、いわば宝剣のオリジン、真の宝剣ってところ。宝剣は全部で4本、連中の出没場所もちょうど4箇所。奴らの狙いはきっと宝剣だよ。宝剣ね、それがパクられるとどうなっちまうんだ。わからない。もともとはこの国の流脈を制御して霊的守護を高めるために作られたものだって聞いてるけど、流脈は長い時をかけて安定してるし、今さらあれを抜いたってすぐにどうこうなるなんてことはないはず。だがミサイルなんてものを撃ち込む連中だ、よからぬことを企ててるには違いねえ。そうだね、目的がどうだろうとみすみす奪われさせたりはしない。地流局出動だ。頑張ってみんな。砂丘の国防基地、怠慢の匂いがするぜ。何を嗅ぎつけてんのよ。大型の防衛ロボットが配備されている危険な場所だ、気を引き締めていこう。ふん、腕が鳴るな。目的は宝剣の警護、やるべきことは間違えないでよ。日が暮れるまで待つなんてこと言えないけど、うん、ここは夜になり気温が氷点下20度になるみたいだ。昼間は昼間で灼熱地獄だ。なら今のうちじゃないとこれから一気に冷え込むってことか。まずは裏に回って。この辺りは嫌いが配置されている。暑さにやられて踏んだりするなよ。俺がそんなヘマするかっての。水分補給はバッチリだぜ。甘い、こいつだ、逃げた、甘い、甘い、よっ、逃げた、よっ、逃げた、よっ、そこ、よっ、切れ、あそこにいるのは神よ。本当だ。おう、あんたらか。こいつは俺に任せとけ。一人で大丈夫？こんなやつ、俺が毎日やってるベンチプレスに比べりゃちょろいちょろい。じゃあお願い、カミオム、今日も切れてるよ。嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。見えた、そこ、これ、思ったより見張りが多いね。それだけ連中は宝剣が欲しいってことだね。でも正面突破あるのみだよ。さっきの防衛ロボット、よし行くぞ。まだいたの？倒さないと通してくれなさそうだね。こんなやつに足止め食ってられないよ。防衛ロボットが砂に潜って襲いかかってくる。足元には注意して。ようやく基地の中に入れる。この音、どうやら大量の砂が流れる音みたいだ。見えた、何のために大量の砂を振動させることで発電してるのか。冒険を奪うために圧
莫大なエネルギーが必要ってこと？詳しく。機体まで流れてきてる。落ち着いて、きちんと破壊すれば爆発は防げるはずだ。死ぬかと思った。気をつけてね。甘い。そこ。こいった。見切った。おりゃ。見えた。そこだ。ゲーッ。そこ。下を見ないで。甘いな。落ちたら最後は這い上がりに。カノン。私も羽があったら楽なんだけどな。モルフォみたいに。なんかね。ここだ。本当に砂の滝だね。その先はアリ地獄みたい。キリン、諦めるのはまだ早いよ。上から流れてくる足場をうまく利用するんだ。少し勇気はいるけど。ライト、レーザートラップか。警備が厳しいね、この一帯は。目的地に近づいてる証拠かな。レーザーに触れないように気をつけて。触ったらダメージを受けちゃうよ。ちょっと面倒だけど、装置を破壊しながら進んだ方がいいね。甘い。ふっ。そこ。ふっ。見えた。気をつけてね。うわ、ありがとう。気をつけてね。よの人にはわからないかもしれないけど、それはこの国の大切な遺産。勝手に持って行っていいものじゃないよ。やっぱすそうだべな。用が済んだら戻すってのじゃダメだか。ダメだってば。君たちはミサイルで不法にこの国に侵入して窃盗行為にまで及んでいる。そう簡単に預けることはできない。だば、マンズやるすかねってことだべな。わかった。ワラスはグラッツェ、アンダドワラスで力っこ比べるぜ。引っ張るぜ。ゼロ様のために。砂を操るセブンスか。話の腰は低いのにすごい出力。まだまだこんなもんじゃねえだ。マンズだけ助けるぜ。ズエロのそばに置くのもうなずける。気を抜かないで、キリン。何で動くな。あっ、見たよ。あんじゅう。てやりた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 。こっからが本番だね。
できねえぞ。全員気が不明。砂の強化バージョン。どうなるかこの防御は。マンズみんなすっごくフィードめだ。巨大化は弱体クラブ。もう全部ぶっ投げてやっべ。ジュビルスミスター。聞いたことある。ぶるっとげて真面目で少年を押し潰してやるべ。ほとばしアームドブルー。性格までとは。こんなことって。空中で下を押しながら攻撃ボタンで劣戦陣を繰り出した後に素早くもう一度攻撃ボタンを押すことで劣戦陣を強化できるようになったよ。降下速度も速くなるから着地のタイミングを変えたい時や急いで追撃したい時に使えるんじゃないかな。高速落下でターゲットに反応される前に不意打ちか。暗殺向きの技だな。それはどういう視点？アテムスの能力者は撃退できたけど、4本の宝剣、そのうちの1本が抜き取られてしまった。そう気を落とすな、キリン。抜かれてすぐどうこうなるものでもないのだろう。そのはずだけど。ううん、そもそもあいつらが宝剣を抜いて何をしようとしているのかすら分かってない。悔やんでいる暇があるなら前を向け。お前らしくもない。俺たちにできることを今はやるしかないんだ。そうだね。なんだ、なぜ笑う？ううん、レクサスって結構いいやつなんだなって。お前バカにしているのか。褒めてんのに